この世の中ね、これから本当にどうなっていくのかさっぱり分かりませんけれども、いざという時に私たちがちゃんと備蓄をしておけばですね、最低限の変なものを毎日食べるという生活からは逃げられるということです。どうもこんにちは、小田です。今日はですね、栄養価が高い備蓄5000というテーマでお話をしていきたいと思います。皆さん備蓄されていますでしょうか？何が起こるかわからないこの世の中、もういつ何時ですね、私たちがある種の被災者の状態になって、そこでいろんな配給食を食べなければいけなくなるという状況はいつでもあり得るということなんですよね。で、あるいは全体的にですね、戦争などが起きてしまいますと、いろんなスーパーとかで物不足になり、まともなものが買えなくなる、売れ残ったものはこれしかないのかみたいな状況になってしまうわけですね。その時にどうするかっていう選択を私たちは今突きつけられているということです。実際に自然災害、戦争のリスクというのはどん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 上がってきていて、これを下げるにはどうすればいいか、起こすしかないっていう、そういう状況まで今来てるってことなんですよね。だからカウントダウンは今始まっていて、どんどんともう爆弾の導火線に遠くの段階からもう火がシューってきていて、爆弾がもうちょっとここら辺にあってバーンっていう風になってしまうと、まあそういうね、可能性に今あるわけですね。まあ、最低限の備蓄っていうのは必要になってくるかなと思いますよね。そこでですね、栄養価が高くて安心して食べれる備蓄っていうものがやはり必要になってくるわけですよ。いろんな備蓄ありますよ。いろんな備蓄あるんだけれども、添加物が入ってたりですね、アミノ酸等が入ってたりするわけですよ。ほんとね、そこだけはね、なんか勘弁してほしいなと思うわけなんですけれども、でもしょうがないなと思って食べざるを得ない場面はあると思うんですよ。ただね、できるだけそれを外したいなと思いませんか？ということでですね、私の方でいくつか厳選しまして、保存でパックが効いて、まあ大体ね2年ぐらい持ちのやつですね、ちょっと紹介していきたいなと思います。ということで3位です。3位はですね、イザ飯っていうのがありまして、これご存知ですか？これはね、いわゆる備蓄食の中で多少の添加物は入っている気がいたします。見てると、あの煮込みハンバーグとかね、ハンバーグとか食べたいよって言われた時に、いざという時に使えるイザ飯が一応あります。これまあパウチ食としてですね、まあ比較的少なめなんじゃないかなっていうのが私の見解です。ということなので、イザ飯シリーズ結構ありますので、イザ飯で検索していただけると出てくるかなと思いますね。次はこのレトルトパウチ系シリーズっていうことでやっていきたいなと思ってるんですけど、これですね、これは G7 ジャパンフードサービスというところが出している栄門広場っていうので検索すると多分出てくるかな。結構いろんなものがね入ってるんですよ。これも一応ちょっと添加物入ってるっちゃ入ってる。まあそこはもうある程度ね、目をつぶらないといけないんですけど、まあでも結構いろんなもの見ましたけれども、まあ比較的少ないのかな。でも比較的バラエティに飛んでるんですよね。これはおすすめしておこうかなと思います。これは肉じゃがなんですけど、いろんなごぼうとかなんかいろんなものが入ってましたし、野菜のフリーズドライのやつも入ってますし、あとはねハンバーグとかも結構美味しそうなのが入ってます。まあこれも一個おすすめかなと思います。特にお子様がいる方とかね、要するに自分が料理手抜きたいなっていう時にローリングストックを使うと。いや私いつもね手作りなんですよって方いらっしゃるかもしれないけど、備蓄の練習だと思ってですね、ぜひこういう保存食練習で子供にも食べさせてみるっていうのはいかがでしょうか。そして手を抜くというね、子供たまには大丈夫です。次はですね、この内パックってやつですね。内パック、これ1パック結構有名なんで知ってる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、こういうね筑前煮とかですね、あとは煮込みハンバーグ、これ豆腐入り、タケノコと野菜の炊き合わせ、結構なんかヘルシーなやつが入ってて、そんなに添加物として変なもの入ってないんですよね。これ牛丼の具です。まあ水酸化カルシウム入ってますけど、まあこれぐらいであればっていう感じです。全然許容できますね。こういう内パックっていうのもありました。はい、まあこれが一応私の中では1位かなと思ってまして、イザパックが3位で、そして2位が栄門広場のやつで、あとは内パックで、他にもたくさんあると思いますので、僕が調べた範囲ですよ、いくつか買ってまあいいかなみたいなやつを今3つ紹介してます。さて、残り2つなんですけれども、残り2つはですね、ちょっと異色かもしれません。これは僕の趣味かな。でも完全栄養食です。ちゃんとした栄養が入ってるプロテインバーです。完全栄養食ですね。
今日はね2つ紹介した。いろんなプロテインバー試しました。2つ厳選。これはですねセンズバーってやつなんですけど、ココアなんだけれどもゴマの味もしてきな粉の味もして美味しいなって感じなんですけど、すごく成分にこだわりが感じられるんで、まあもちろんグルテンフリーなんですけど、デーツシロップ、ココアパウダー、きな粉、ヘンプシード、ココナッツフレーク、大豆タンパク、遺伝子組み換えではない練りごま、あとはココナッツフレーク、アーモンド、ケール、イコロスモリンガ、ココナッツオイル、ブラジルナッツ、そしてブルーグリーンアルジ、食塩、昆布。なんかね気になるよね、これを作った人のこだわりを感じます。ということで、まあ、センズバー、これ結構おすすめですね。やっぱりいいもん使ってんでしょうねこれね。であとは僕がお気に入りなのはこれですね、デーツ、ココア、レーズン、ココアバター、青パパイヤ酵素、アーモンド、カシューナッツ、キウイ、クランベリー、チョコナッツフレーズ、カカオニブ、もみがらケイ素パウダー。ケイ素ってやっぱりなんか自分の体の電気信号とかそういったものを補ってくれるものでして、神経系に非常にいいんですよケイ素って。にくい形で入ってるのがこの青パパイヤ酵素のカカオのバーですね、プロテインバー。これがまあ私の中ではおすすめです。もし気になる方いたらぜひ試してみていただければなと。これ食べるとですね3時間から4時間5時間ぐらい持つかもしれないですね。それぐらい腹持ちよしというものなので、ぜひ気になる方はお試しあれ。ということで今日は体にいい備蓄品5選ということで、いくつかお話をさせていただきました。まあこの世の中ね、これから本当にどうなっていくのかさっぱり分かりませんけれども、いざという時に私たちがちゃんと備蓄をしておけばですね、最低限の変なものを毎日食べるという生活からは逃げられるということです。まずはこの状況を逃げられるっていう、その状況を作るためにもですね、最低限の備蓄をすることを私はこのチャンネルでずっと主張してますし、まあ本当に実際に震災とか起きる可能性あるし、あなたのところで起きる可能性も十分にある。その時にどうするのかっていうのは何を準備したのかということにあります。ということで、まあ一つ今日は参考になる話が一つでもあったら嬉しいなと思います。ぜひ試してみてください。それでは今日のビデオはこんな感じで終わりにしたいなと思います。面白いなと思っていただけた方はぜひ高評価ボタンを押していただけると幸いでございます。そして初めましての方はぜひですねチャンネル登録もお願いできたら幸いでございます。あと概要欄の方にですねサバイバルセミナーというものをプレゼントしています。この時代どうやって生き延びるのかというテーマでお話をしていますので、まあ、ぜひですねこちらもご視聴いただけると幸いでございます。今日はこの辺で終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございました。また次のビデオでお会いできることを楽しみにしております。面白いなと思っていただけた方はいいねボタン、そして私もこういう情報ありますよって方はぜひコメント欄にも一言お願いいたします。それではまた、ありがとうございました。